フレデリック・スタンリー・マグリフは MLB の元選手。ポジションは一塁種。アメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身。ニックネームはクライムドッグ。いとこのチャールズ・ジョンソン、テリー・マグリフも元 MLB 選手。1981年の MLB ドラフトでニューヨーク・ヤンキースから9巡目に指名を受け入団。1982年12月9日に2選手との 交換トレードで他に選手と共にトロントブルージェイズに席。1986年5月17日のクリーブランドインディアンズ戦でメジャーデビュー。1987年は主に指名打者として出場し、ジェシー・バーンフィールドの持つ球団新人記録を更新する20本塁打を放った。1988年以降は一塁手として出場し、 1988年はリーグ2位の34本塁打を記録した。翌1989年には36本塁打を放ってアリーグ本塁打王のタイトルを獲得し、チームの地区優勝に貢献。1990年12月5日にトニー・フェルナンデスと共にロベルト・アロマー、ジョー・カーターとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍した。 1993年7月18日にはトレードでアトランタブレーブスへ移籍。このシーズントータルでキャリアハイとなる37本塁打を記録した。1994年はオールスターゲームで MVP を受賞し、レギュラーシーズンでは史上9人目となる7年連続30本塁打を達成。1995年は8年ぶりに30。 本類打の大台を下回ったが、初のワールドチャンピオンとなった。1996年は、自己最高の107打点を記録した。これまで毎年のように3割30本類打、100打点前後の成績を記録していたが、1997年は97打点を挙げたものの、打率、277.22本類打は1988年の、 メジャー定着後最低の数字となった。チームのスカウトからは、パワーもスピードも衰えたマグリフは、もはやフルカブ選手と言われたが、本人は年齢による衰えではなく、大きな原因は、本拠地の球場がアトランタフルトンカウンティスタジアムから打者に不利なターナーフィールドへ移転したためと否定している。しかし、1998年、 1999年の年俸が合わせて1250万ドルもあったため、トレードが噂され、アリゾナダイヤモンドバックスとタンパベイデビルレイズの球団拡張に伴うドラフトの時には、保護選手のリストから漏れた。そのドラフトの直後の1997年11月18日、デビルレイズにトレードで移籍した。マグリーフにとってショックなトレードにもかかわらず、生まれ故郷のタンパで、 プレイできることに興奮したという。移籍1年目の1998年は19本塁打しか記録できなかったが、翌1999年には5年ぶりに30本塁打の大台を上回った。2000年6月2日に通算400本塁打を達成し、2日後の6月4日に通算2000本安打を達成。 2001年7月27日にトレードでシカゴカブスへ移籍し、2003年はロサンゼルスドジャースへ移籍。2004年は再びフルスタンパベーデビルレーズでプレーしたが7月に解雇され、500本塁打目前の493本塁打に止まった。43の球場で本塁打を記録し、2007年4月26日にサミー・ソーサが44球場で、 本類打を記録しこの記録を抜くまでメジャーリーグ記録であった。ありがとうございます。